さあということで、あれだけキャラバンに参加したい参加したいって言ったんだけど、結局2会場だけになっちゃいましたね。いや我々ね結構粘ったんですけどダメでした。いやはいはい、まあでも今回が好評ということであればまた来年増えていくってことはありますから。はいはい、皆さんにかかってる。さあということで我々のグッズできました。紹介したいと思います。まずはこのステッカーですね。こちら自色展開で、日差しにも雨にも強い屋外仕様になってますんでね、どんどん貼っていただきたいと思います。かわいい。続いてラパルフェ T シャツ、おいおい、はい、こちらですね、こちらちょっとサンプルだと色味ちょっと若干ピンクがなってるんですけど、もうちょっと落ち着いた色になる予定ですね。はい、私は178センチを着て L ちょうどちょっと大きめ、はい、うん、ちょっとゆったりしたサイズ感で、はい、作らせていただいております。かわいい、はい、そしてですね、ここでまあ紹介ちゃんとはできないんですけども、会場限定で販売するグッズもございまして、はい、若干もうチラッとだけ、いきますよ、おい、裏側でね、こちら、裏側で、ね、ちょっと、こちらですね、もう一種類全部でこれ何か、おいおいおい、あら、これ一つじゃないんですね。いやこれ一つじゃないですよ。そして最後おいおい、あれということでね、はいはい、3種類展開でございます、はい、3種類展開です。さらにですね、あの本家はこちら2400円という価格だったんですけども、そちらより若干下げた価格で、そうですね、こちらちょっとね強気にやらせていただきますね、アクリルキーホルダー2つセット3種類と、はい、ということで、これはもう選べるんですか、ミスター？いや、これはランダムになって、ランダムということで、まあ、サイコロを振るかのようにね、皆さんね、選んでいただきたい、そのワクワクを、ね、楽しんでいただけたらなって思いますよ。T シャツの方いくらですか？ T シャツが3500円、あ、でこれステッカーが1枚300円という、なるほどね、形でね、でアクリルキーホルダーが2200円になってますので、これが我々のギャラになるわけですか？そうですよ、皆さんもう振るって買ってください。もう売り切りでやってますから。そうですよ、それ以外我々ギャラなし、はい、うん、ぜひもう完売を目指していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、会場でお会いしましょう。さよなら。